はい、どうもこんにちは。トロチャンネルのまことです。今日はダーツ動画いきたいと思います。話の内容は5分で終わります。で、私自身ちょっとお話なんですけど、怪我してまして、で、これがね、なかなか厄介なことに治りにくいと。で、まあ、冬になるとさらに痛みが激しくなってまして投げにくいんですよね。すると腕を使って投げるっていう練習が一切できないんですよね。じゃあどうするかっていうと、頭を使いましょうっていう話なんですよね、今日は。皆さんはまあ当然体元気だと思うんで、投げた後とか、投げれない日とかにちょっとやってもらえたらなと思います。今日のテーマ、ダーツボードの数字1から20まできちんと言えますか、マス埋めれるかなっていうお話です。はい、というのは何かと言いますと、アレンジアプリをね、この前ちょっと紹介をさせてもらってますけども、アレンジがいかに分かっていても数字がね、実際曖昧やと悩んでしまうって、101ブル1ブルですけど、まあ仮にいないとは思うんですけども、1の数字がどこにあるかわからないという状況でブル入れました。じゃあ次1どこでしょう、探します、目でキョロキョロします。そうすると当然頭で分かってるのにもかかわらず場所を覚えてないせいでまた集中力を切れてしまうんですよね。うん、すると当然まあ、シュート力が下がってしまう。なんぼ技術をきれいに上げてやってても、そこの集中力が切れたせいで、外れる可能性が高くなる。っていうお話なんですよ。はい、まず、まあ簡単にね、想像してもらったらいいのが、地図。地図で道を覚えてても、東西南北分かってなくって、今自分が北に向いてんのか、どこに向いてんのかが分からない状態で、道を見たところで、全く何も使えない。結局はいけないわけで、ルート通りをね、進むことができないと。ダーツで言うと、アレンジっていうのがルート案内。で、東西南北っていうのが、まあ、数字の場所になると思います。なので、まあ、その数字の場所っていうのをきちんと覚えるから、アレンジが、まず、ルートがね、確立されて、まあ、ベテランになっていくわけだと思うんですよね。で、まあ、ボードの1、数字の1の重要性っていうのは、ちょっと分かってもらえたかなと思うんで、実際に、ちょっとね、紙、ペン、ちょっと用意していただいて書いてほしいんですけど、大きめに丸書いてもらって、何書くのって、そう、ダーツボードなんですけど、まあ上に20、下に3とかね、まあそういう感じで11と6はめ込んでいって、まあ数字を書いていくわけなんですけども、ここで記入していくときに、あれ?とか、あれこれどっちだったっけ?って思えたならば、僕はそれが正解やと思ってます。そう思われた方に対してこの動画はジャストやったと思ってます。はい。うん。そこで悩まずに、まあ、スラスラーっとね、30秒足らずで書けた方、すいませんでした。はい。この動画はここで終了してください。まあ、そんな感じで、ここで悩んでしまった方は、自分が普段使わない数字はやっぱり忘れます。そしてやっぱ空気になってます。はい。なので、その空気になってる数字の位置を再認識するだけで、実際の試合の時の数字、結構試合の時は空気になってる数字が現れてきます。お前どこやねんっていうような数字が結構出てきます、アレンジに。まあ普段使わんのにとかね。うん。まあそういうのも出てきます。なので、普段影を潜めてる数字たちが、なぜか試合になると、うわって出てくるんですよ。そうすると、驚かされるから、おー、どこやったっけってなるんですね。で、さっきの冒頭に戻ってテンポがずれてしまうっていうところで、シュート力が下がってしまう。うん。じゃあなんぼ技術を練習してても、そこはメンタルでしたの理由でもないし、要は頭でしたっていう話になってくると。なので、練習できない日とか、まあ、仕事忙しいしなとか、そういう時はこういう感じで、まあちょっと頭を使う練習の方に目を向けていただけたらなと思います。はい。なので、僕も今後ね、まあ、練習できへん日がやっぱ多いんで、頭を使う練習で、あ、これええなと思った時は、このように紹介させてもらえたらなと思っております。で、またね、試合出れた時には、その頭を鍛えてた練習を発揮して、いい結果に結んでいきたいなと思っております。うん。まあ全然ね、引退は考えてないんで、はい。もっともっと、インナーマッスルちゃんと鍛えてね、うん、やっていきたいと思います。多分5分以内に収まったと思います。早口やったかもしれないですけど、5分縛ってもったんで。はい。まあ、今日も、最後までね、見ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほども白紙の紙ね、これ結構友達なんかと一緒にやってもらえれば、絶対盛り上がれるんじゃないかなと思ってます。普段、アレンジどうこう言うてる人らでも、こう、数字ってどこやったっけってなるかもしれないんで、もしね、それで楽しめたよとか、思ってもらえたら、高評価。で、また見たいなって思ってくれたら、チャンネル登録。ダーツ以外の動画も上げてます。ゲーム実況やってたり、フェレット買ってるんでね、フェレットの可愛い動画を上げてます。もしよかったらそっちを聞いていただけたらなと思います。5分間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。